猪木光雄君はい委員長猪君はい立憲民主党の猪木光雄でございますよろしくお願いします八問通告していますがあの昨日二回目の与野党協議前の通告ですのであの、まあ、主にあの柴山ヒット提出さんに伺うように通告してますが最後のところからここは論点なので今日の質問もですね伺います、まあ、私は我々、まあ、あの維新さんとともにあの包括的な財産保全ですね これを、まあ、提案を法案、あの資料につけておるようにしております。でまあ、与党案も我々はあは有用だと思ってます。ま,あ、まさにです、ねえー、担保金を免除する、そういった修正も行うとかですね、あの重要なんですが、しかし、まあ、あの個々の、まあ、そうでなくても本当にもうあの、もう、 訴えると、もう命まで脅かされるようなね、日あの最後に東京新聞の資料もつけてますけれども、そういうような方々にさらに、そういう訴訟の負担を強いるような個別的なまあ財産保全をまあ想定した民事保全、これではなくてですね、これ、資料6ページ目につけてますが、これ、弁連さんの資料で、今日傍聴にもあのいらっしゃってますよ。 まあそういうことではなくて、包括的な財産保全、これをぜひですね、修正はわれわれ、今も維新さんとして、私も手元に持ってますから、今日このあと3回目の修正協議を行いますのでね、そういったことをぜひですね、お願いしたいんですね。で、伺いたいのはですね、まさにその包括的な財産保全、そしてまああの皆さんの提案は、個別的な保全をまあ前提する民事保全ですよね。ここの溝をやっぱり埋めないとですね、 被害者救われなないいここういうことなんですねでもっと言うと、昨日もまも、あ、今、傍聴にもお越しの、まさに何十年にもわたって被害者の方々に寄り添って来られたあ全国の弁連の皆さん、われわれもそういった皆さんから70回にわたって、えー、国体ヒアリングのべ100人もの方々、被害者の方からお話も伺ってきて、作っているのが今回の包括的な財産保全なんですね。この違いですね。 ま,まさに今日資料の、まあ、6ページ目につけておるので、ご覧をいただければと思いますが、この、まあ、あのこういったあいろんな課題が、まあ、あるわけですね、民事保全では仮を差し,差し押さえできるのは特定の財産のみで、まあ、ここにその全体、例えば教団が1000億円とも言われてますけれども、まあ、その一部、しかも不動産、 えーまあ、現行の与党案では不動産ですよね、そこに限定したものになることであったり、まあ、例えば消灯の本部を仮差しせさえする場合には、1億から2億もの担保金、予託金が必要になるとか、まあ、これはあの修正をお考えなのかもしれませんが、いずれにしても、集団的な、ま,あ、まさに今、弁連さんが取り組まれているような訴訟が困難で、個々の人たちがまさに命を脅かされるような負担を強いられる中での訴訟になるということで、非常にハードルが高い。 で、昨日一番のポイントだったのはですね、今日傍聴にお越しの弁連の皆さんがおっしゃってたのはですね、やっぱりこれ、土台がないとですね、土台、土俵がないと、やっぱり裁判所は財産の保全請求を旧統一協会にできないということなんですよ。その土台、土俵こそが我々が提案をしている包括的な財産保全であります。これぜひですね、この、 包括的な財産保全を与党の皆さんが修正協議、修正していただけるかどうか、これこそがですね、まさに岸田政権与党が旧統一教会との関係を本気で断ち切れるかどうかを示すリトマス試験紙なんですよ。ぜひ、柴山筆頭提出者、我々が提案している包括的な財産保全、これへの修正協議、そしてまたそのご答弁をですねいただけませんか、お願いします。 柴山雅彦君、えっとまあ、先ほど来あの、与党提案にもご評価をいただいて、まあ、与党案、まあ、一定の改善をあの修正する余地あると思,思っておりますけれども、私自身、もう成立させた上で、さらにあの野党案も提出することによって、より被害者の救済があの十分になるのではないかという趣旨からあの、ご質問をしてくださっているんだと思います。で私どもがあの野党案 あというかまあ、具体的には立憲、維新案についてですね、真摯に検討していないことは、ということは全くありません。ただ、ただ、ちょっと待ってください、ちょっと私の答弁聞いてください。あの効果がですね、広範であればあるほど、要件は厳格化する、まあ、これはあの当然あの、そこはご理解をいただけると思うんですけれども、では、どのような要件にすればよいのか、厳格な要件であって、それが果たして実務上、 ワークするものなのかどうかということはしっかりと検討しなければいけないと思います。あの、被害者弁連の方々からは、包括保全をした上で、その効果をですね、一定の行為に限定するということはいかがかと御提案をいただいておりますけれども、まさしくまだ解散命令が確定をしていない段階において、じゃあどの程度の範囲を制限をすれば、 宗教の自由との関係で両立するのかという、この切り分けはですね、本当に我々も真剣に検討をいたしましたけれども、極めて困難であるというように考えております。ですので、我々にの,あの今、検討の状況についてお伺いああの、えー、申し上げさせていただければ、包括保全を前提とした上で、それについて何らかの要件設定をしたり、あるいは最大の問題は、要件ももちろんなんですけど、効果なんですよ。 あのどのようなあの効果というものがですね、この包括保全をしたときに、実態的に財産の移転禁止のようなことをで,すねできるのかということが、これがよくわからないんです。だから、それについて、きちんとした形で、我々としてはなかなか回答を出すのが難しいということから、我々の与党案をなるべくしっかりと寄り添うような形にブラッシュアップをしていくのが、 現時点において最善の方法だというふうに考えているということは、ぜひご理解をいただきたいと思いますよ湯野木光雄君、はい、あの与党案をブラッシュアップはぜひしていただきたいんですね。ま,あ、まさに分担金の免除とかね、あのさまざまな、われわれはまさに不動産等の党の中にね、やっぱり現金や証券等も一定の制約を含めてやらないと、まあ、どん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 そっちに変えちゃいますよ、今この瞬間も。そう思ってますから、ブラッシュアップしてほしいんですが、今のような。 あのご答弁で、やってみないとわからないから、やらない理由にはなりません、そしてこれ、われわれがあのまあ提案をしている包括的なまあ財産保全、これもですね今日資料の4ページ目以降にお付けしておりますように、これはまさにあの前回の法務委員会での質疑を踏まえた提案を弁護団の皆さんから頂い,いているわけですね、あの皆さん、資料のお手元4ページ目の項目3以下ですね。 われわれの,おの,そのお案にも当然課題がある、で他方お、まあ、自公国の法案については、まさに今日もル,ルール議論になっているように、まあ、民事保全で個別訴訟非常にハードルも高いし、命まで脅かせかれない、さまざ、あ、まなハードルもあって、一部しか保全もできない、そういう中で被害者救済の事故支援ぼすべという指摘があった上で、2パラ以下ですね、まあ、立憲審案をベースに、 まあ例えば管理人の権限とか、あるいは保全対象の限定化とか、そういうこと、さらにはですね、これ、必要に応じて、裁判所がですねまあ調査員、財産上昇の調査ですね、あるいは財産差一のおれが認められる場合には、監督員を専任と。 そしてまさにこの重要な処分行為、私はここにあの現金とか証券も入れたらいいと思いますが、まあ、そういったものについても、委員の同意を要して、それが実効性がない場合には、包括的に財産保全を認めるという段階的なプロセス、まさにそういう意味ではです、ね、今、柴山人提出さんがおっしゃったような、我々は私たちの法案、あの修正しないということは全く申し上げていません。 我々が申し上げているような包括規定、これを前提としておっしゃいましたけど、前提としておりませんので、ぜひこの弁連の、弁連弁護団の今回のこういう提案を私たちは踏まえたものをですね、まあ私たちの案ももちろんあの私たちとしてはこれをぜひということで出しておりますが、まあこういった弁護団の指摘も踏まえたものをですね、まさに維新さんとともにですね、こういったものを、あの、ちゃんとあの、修正項目をですね、用意もしておりますので、それを踏まえて、 えー、今日この後ですね、修正協議に臨んでいただけると、そういうことでよろしいですか柴山正彦君あのまだあの私ども、御党の,のですね、御党、はい、の,の提出法案をどのように修正したらよいかということについてのアイデアをまだあの拝見しておりませんので、少なくともあのここに並んでいる我々与党側の法案提出者は拝見しておりませんので、あのおっしゃるとおり、まあ、それをあの拝見をさせていただいて、ぜひ検討したいというふうに思っております。その上で じゃあ,あの今弁、弁連がお話しされたような、紹介された、ですね例えば管理の対象を重要な財産処分に限定するですとか、あるいは管理の対象から日常的な財産処分行為を外すですとか、あるいは保全の範囲を一定額または一定割合に限定するなどのアイデアにつきましては、 あの、先ほどちらっと申し上げたとおり、宗教法人のですね、財産的処分行為のうち、それでは問題のない宗教的行為に関する部分と、宗教的行為に関しない部分は、どうやって区別するのかですとか、あの、まあ、結局ですね、憲法が保障する信教の自由との関係で、やはり、あの、疑問や問題ということは、なかなか、 あの拭いきれないですし、また、その,あの判断に、判断のための審理に時間を要することが想定されるなど、まさに我々があが端的にあの提案をさせていただいている個別財産の保全に比べて、迅速性や実効性においては、欠けのんでないかということを申し上げているわけです。あと、先ほどちょっと答弁の中で、マインドコントロールについて十分に配慮されていないのではないかということは、これはあのもちろん、そこについて配慮するとと,ともに、 法の中断のためにも、迅速なあの法的なあのサポートというものが、私たちは必要だと考えておりますし、包括保全だけだと、まあ、そういったマインドコントロールについての十分な配慮ということに応えることにもならないんです。 そのことについてもぜひご理解をいただきたいと思いますし、また結局、解散命令確定したときの清算手続きの中では少なくともそうした方々が配当を得られるように、そういった被害もぜひ弁護団の方々には協力して、なるべく明らかにしていただきたい。これは弁護団の方々にも、今日もしお目になっているんだったら、ぜひお願いをしたいというふうに考えております。柚木道義君。いや、だからこそ包括的な財産保全が必要なんですよ。今の答弁を踏まえたなおさら。これですね、はい、伺いますけども、 まあじゃあですよ、皆さん、あの個別保全、民事保全の仕組みで,です、ね、提案されてますけれども、これでじゃあ、実際この与党案が発動したらです、ね、どれぐらいの仮押さえできるとお考えなんですか、これ、ちなみにです、ね、旧統一協会は、100億円国に預けるから仕組み作ってくれと言われたわけですよ、100億円。われわれはそんなもの解散命令逃れだから、到底受け入れられないという立場ですよ。しかしか、ね、これ与党案だったら じゃあ、せめてこれ、統一教会100億円出しますよと、これよりも仮差し押さえできると、そういう想定ですか、1000億円資産があると言われていますが、いかがですか山下隆君、えー。ここ、あ猪木委員にお答えいたします、まあ、これにつきましてはです、ね、本当にあの残念ながら、まあ、これだけ被害者がおられるという中でですね、 現在継続中の訴訟が数件に過ぎない。そして現在継続中の保全がゼロと、我々の把握する限りですね。そういうような状況でございます。ただ、他方でですね、あのまあ、今、示談交渉という形で行われているというのは124名おられるというふうに聞いております。で、まあ、あの他にもおられるのであろうというふうにも推測いたします。で、我々の法テラスの拡充法案によってですね、 まあ先ほどの繰り返しになりますけれども、あ震災特例の事例をお引き合いに出しますと、例えば四十五万件を超える法律相談援助をでき、そして1万2約一万二千件の代理援助ができたということでございます。まあ、そうしたことからすると、我々の法案によってですね、まだ潜在的な、まあ、あるいはマイドコントロールが解けてるんだけれども、 訴えたいんだけれども、誰に相談していいか分からない、まあ、そういった深刻なお悩みを抱えておられる方に、法テラスがしっかりと支援する、そしてその費用も可能な限りご負担のないようにする、まあ、そうしたことで、まあ、被害が救済できるのではないかというふうに考えておる次第でございます猪木道義君。ぜひ質問に答えていただきたいんですよね。これ、本当にあの旧統一教会が100億円拠出って、私も驚きましたけれども、これ、 与党案が成立して、それ以下の仮殺しようしかできないようなスキームの法律をやっちゃったらですね、これ、本当に我々がまさに包括的な保全、財産保全ですね。 当然、これは、百億以上、一千億円にしんと言われてますから、当然、しかも不動産だけじゃなしに、あの、現金、証券を含めた対象とするということですから、当然、百億どころかもっともっと保全をしてというふうに考えておりますし、まあ、そういったことで、え、まさに、今日の弁護団の方々もですね、そういった期待をしておるからこそ、そういう提案をしているわけですが、これ、まあ、今の答弁だと、もう、その、百億円以上仮押さえできないってことじゃないですか。そういう中でですね、 これですね、国売とかになったらどうされるんですか責任を負えるんですかいやいや、ちょっと柴山哲一さんに通告してますから、お願いしますよ。申し訳ないですよ。山下哲一さんね、本当にあのちょっと。答弁でいいんでしょうか。ぜひですね、これは、我々の包括的なこの財産保全を、これ、お認めいただけないということはですね、これ、何か、 ああれがあるんですかね私、ちょっと申し訳ないですけど、今日もあも柴山参考人も、あ参考人あ、提出者もですね、あのこの間、あの一おととい、山下提出者もそうですけども、いろいろ財産保全は民事保全法への手続きでやれるとか、まあ、会社法との関係とか実績がないとかね、いろいろおっしゃるんだけど、それって全部旧統一教会が言ってることじゃないですか。 ファックスに書いてあることじゃないですか。そのまんまじゃないですか。どちらの立場に立って、救済をお考えなんですか。これ、まあ、よもやですね、我々が、この、包括的な財産保全を提案をしていて、これ、岸田首相もですね、まさに昨年十二月十七日、私、衆議院の本会議で、被害者救済法案、質問させていただきまして、決断いただきましたよ。 岸田総理はですね、まさにこの包括的な財産保全も必要だというお考えをお持ちなんじゃないんですかよもやですね、こういう案を提出者の皆さんがですね、ブロックしたり反対したりすることはないですよね、今後の与野党協議で。岸田総理は、そういうお考えをお持ちなんじゃないんですか包括的な財産保全が必要だと。そういう案を一定程度でにお持ちなんじゃないんですか そしてそれを今日まさに与野党協議で、どこまで皆さんが示していただけるかどうかが私はリトマス試験紙だと言っているんですよ。ぜひ包括的な財産保全、認めてほしい、岸田総理がそういうお考えがあるんだったら、それを妨害、ブロックすることは筆頭提出の岸あの柴山さん、そういうことはないですよね、ご答弁を明確にお願いします。柴山雅彦君 えっと岸田総理がどのようなお考えを持っているかということについては、私は存じませんけれども、少なくとも我々現場レベルの,あの人間としてですね、とにかくあのしっかりとした被害者のためにより満足の得られる法案を追求するというのは、これは当然のことであります。先ほど、100億円以上の,あの回収が見込めるのかということから、ご指摘をいただいたんですけれども、我々はですね、 あのともかく被害者がより、えー、しっかりとした救済を受けられるかどうかということについて、あのまあ、検討して答弁をさせていただいているわけであって、あたかも柚木議員は、包括保全をすれば、あの教団の財産がすべて保全され、そしてそれが適切にあの分配されるということ、あるいはそれに近いあのイメージをお持ちになられているのではないかと思いますけれども、我々は逆に、えー、裁判所が包括保、 保全の決定があの出されるのか出されないのかということ、そしてその効果が一体どのようなものであるかということが、見通しが全くできないですから、だから今、我々ができうる最善のことを迅速に行っているということは、ぜひあのご理解をいただきたいというふうに思います君通告3で聞いてますけど、与党案に対してはですね、 まあ宗教団体は賛成しているのかという通告してますが、与党案に対してはです、ね、旧統一教会は賛成なんですか、反対なんですか、いかがですか柴山雅彦君あのまあ先ほど、例えばファックスを送ってくれたあのことと考え方が似ているというような指摘もありましたけれども、われわれ法案提出者はですね、 あのまあ、これはあのファックスを送ったという事実は秘書に確認したところ、まあ、そういったものは送られて、大量に送られてきたということは秘書は言ってましたけれども、それについてはです、ね、統一協会から送られてきたファックスなんて、あのいちいち議員に見せ,る見せないという議員が、あの秘書が大半だと思います私だって中身は全く把握をしておりません。 で、えー、仮に、その、その、ま、あそういった送ってきた方々がですね、あの、我々の法案と似たような考え方を持っているとして、してもですね、我々は先ほど、あの、ま、あ ええ、申し上げましたけれども、旧統一協会との接触を絶っておりますので、旧統一協会が我々の法案に賛成かどうかなということを知るよしもありませんし、そのようなことを全く確認をしていないということは、ぜひ申し上げたいと思います。それならばですね、私はこの内容を見る限りは、まさにもう皆さん、旧統一協会の代弁者代理人じゃないかと思うぐらいの、あの、お話されているわけですよ。申し訳ないけれども。これですね、書いてあるとおりのことをおっしゃってるじゃない、だったら、まさに、 包括的な財産保全。我々は0 0ー保全できるなんて言ってませんよ。賛成してください。それでですね、じゃあですよ、与党案で、これ被害者がですね、最後にしますけど、被害者が、これからですよ、これから、まさに解散命令発令されてから、今日も弁護士さんお越しですけど、そこから返金の要求する人もどんどん増えてくるんですよ。本当にこれ、旧統一協会がそれまでに既に財産移転しちゃってですよ。 与党案だと全然私は歯止め不十分だと思いますよ、被害者の返金要求額に応えられるだけの財産、これがなくなっている可能性はないんですか、あるんですか、どういう認識ですか、お答えください。与党案でカバーできるんですか申し合わせの時間が経過しておりますので、簡潔なご答弁、ご協力よろしくお願いします。さまざまなあの現預金等についてのですね、 あのご不安もあ,のあ,のあるというふうには承知しておりますけれども、我々といたしましては、あのえー、しっかりとそこはあの財産目録をタイムリーな形で提出をするという修正案も我々の案で提出をさせていただいているところですので、まあ、そ,ういそういったことを前提にして、あのしっかりと色がないあの個別処分ができるように、えー、しっかりとあの、えー、配慮しているということは最後に申し上げたいというふうに思います。はい終わります 湯野ぜひあの、バケツの穴を塞ぐです、ね、修正協議をぜひ真摯に求めて、私の質疑を終わります以上です。